攻められて、アーセニャンダックが取っていきます。さあ次、ジタンダックと7人もリツイートして、さあジタンダックと伴走のギース。さあここのメインはテリーだけど、ギースを最近使っちゃってる伴走さん。さあ対するは、今日は勝ちたい勝ちたい勝ちたいって願ったら、ガチニャンと一緒のチームになってちょっと喜んでいたベイダー。さあ、はい、さあ 1P 側がジタンダック、 2P 側がバーンソードギース。ヘッドスピン前に出て BB ヘッドスピンスライディング、さあ西を刺して、さあ無理やり自分のペースに持っていくギース。ヘッドスピン、さあスさあショージャン C が刺さって投げる。さあガベ端ヘッドスピンがめくり気味に当たる。ジャンシー BBC からのさあライコー投げ。さあ一本取るのはバーンソードギース。 AB 三 C ヘッドスピン、いいね。さあギースがどうする。ヘッドスピンヘッドスピンヘッドスピン、スライディング、ジャンシー刺さって刺さって、さあコンボ続く。ヘッドスピン、ジャンシー中段、さあガーキャンもないのでギースかなりきつい。中段ヘッドスピン、さあ上酒、さあ使って、さあ切り返していきます。さあどうする、ゲージが溜まればワンチャンあるが、ビビビヘッドスピン、さあリバーサヘッドスピンで切り返していくのは時短ダック。ファイナルラウンド、さあゲージが微妙に溜まっているケースが非常に面倒くさい。ヘッドスピンで前に出て、まあ、言うてもねギースの、ね、ブレイクショットか、まあ、あんまり強くないんで、さあダックが攻め放題。おっと、さあ烈風拳の価格をちょっと伸ばしてしまった。もう惜しいですね。ジャンシー引っかかって、さあしっかりコンボ、おおできる、センター当て。ヘッドスピン、ジャンシー中段、ジャンシー B、 勝ったのはジタンダック。さあ完結しましょうか、いや完結、ゲンジアンディとベイン総格。対するはでも僕はオリーブオルルのダックとバーンソードギース。はい、じゃんけんしてください。何三決三決、はい三決。はい、さあ RB2 の烈風拳はねすげえ好きだらけなんでね、画面端端じゃないと打っちゃいけない技ですね。はーい、昔のセンサー D するとね時代に取り残されるってことですね。今の烈風拳を見るべき、昔の烈風拳は昔。さあ 1P 側ベインソワーク、 2P 側はでも僕はオリーブオールルジャック。さあ総格側が結構きつい組み合わせなんじゃないのか。さあすーげえラグったぞ、処理落ち半端ねえ。さあこのステージはね雨がちょっと降っているせいで、通常よりも処理落ちの頻度というか処理落ちの重さがね半端ないです。はい、さあ見ている側も分かるぐらいに処理落ちするこのステージ。さあ結構いい勝負。さあめくり、さあ処理落ちのせいでコンボができない。さあヘッドスピン、さあしっかりライン移動で避けていく。ヘッドスピン、さあ重い重いって読めて間にぶち壊してしまいましょう。ヘッドスピン、さあ投げは惜しい、メイドもみあげだ、うまい
なんでそこで攻めちゃった、もったいない。さあうまいこと切り返したダックが1本取る。さあ2ラウンド目、さあファーストバッチはダックメイドもみあげじゃ、 AC メイドもみあげじゃ、ダメ味はジャンプで、さあ切り返して、さあ何か全然違うものが出てる。さあ処理落ちのせいでね、処理落ちのせいなのか、さあピンさんコアミスなのか、さあダック側のミスが目立ちますこのラウンド。さあまず取り返すのは全員総格、じゃあ B レッドスピン、さあうまいナイスブレイクショット、巻き菱さあ刺さる。さああの変な無敵のせいでちょっとメインさんやりにくそうですね。スライディングセンターで中段、さあ強気の中段、いいヘッドスピン、おしっかり対空、前のジャンプは見えている。さああれ置き気味にやらないとね機能しないんで、あの対空ちょっと難しいというか使いづらいんですね、総額の対空は。さあ投げて画面端メイドメイド中段 BB、 さあ画面端背負うのは総格、これはさあダックダンス当たって、さあダックダンス成立したいけど相手が引き寄ってしまった。うまい、まだ分かんないぞ、メイドもみ上げ中段ジャンプ、さあおこれは惜しい。さあ最後ちょっと諦めてしまった、勝ったのは。さあでも僕はオリーブオルルリンバンサー、次 1P 側ゲンジアンディ、 2P 側バンソードギース。このゲームどのキャラと気持ちよくなれるか、そうですね、ギースシャンフェイ、山崎、その辺でね、こうね、あのギースだったらね、ゲージ貯めて体力高くなったら、ラショーモンつってもうね、やってもすげえ気持ちよくなって相手は深いってなると思います。はい、いやでも買い物できるし、あマジの話で言うと普通に気持ちよくなるっていうか、最初使うんだったらシャンフェイとかね、その辺でこう攻めを押し付けるとか、ダックのジャンシーとかね、ヘッドスピンで押し付けるとすげえ気持ちよくなります。さあ対してギースさんは超嵐キャラなので、外交回し蹴りからの真空投げを当て続けるととっても気持ちよくなります。はい、さあザキさんはねドリルでね、相手に不快な行動をねさせるっていうね、こう気持ちよくなるっていうね、どのキャラにも割と気持ちよくなることあります。はい、さあ昇段し西、さあ雷光投げ熱風拳、前に出る。さあ上酒はタイミングがちょっと合わず相打ち、さあこれです。さあいいですね、あの位置からするのかよってアンディがね思う瞬間、ビビ暴れて熱風拳、さあバックスに刺さる。さあ西飛翔拳、さあ真空投げ、この移動真空投げね、マジめんどくさいんですね。中段当たったけどコンビネーション全部発動せず、さあ着地硬直に真空投げ、勝ったのはバンソードギース。さあ決勝、ディース・チョンシュ・リベチ・シャンフェイチームとジタンダック・アズニャンダックチーム、さあチーシンさんは、ガーキャンゴロゴロをひたすらするキャラですね。はい、あとなんか名前わかんないですけど、変なボール、波動拳のボール投げまくって嫌がらせするみたいな、そんなキャラですね。はい、ゲージがないと積んでしまう、そんなキャラです。はい、シンシンさん分からないとめんどくさいんですけどね、
あ、このキャラガーキャンさせなきゃ弱いじゃんみたいな。はい、しかもね、チンシンさんね、ダックと違ってね、ガードされたりね、すると、なんかいろんなものが確定反撃でもらってしまうので、こう非常に悲しみを背負うキャラっていう、はい、そんなわけで、ワンピガーが、さあ、リーベチシャンフェイ、ツーピガーが、アズニャンダックとなります。ジャンビ？さあ、さあリードしているのはアズニャンダックだが、まだわからない。ジャンビは刺さるが連続がないので、強ナンバー当たって変なところで暴れてしまった。おっと、うまい上策系、上策系の中段だったような気がしたわ。ちょっとどっちかわからなかった。 BB 強ナンバー、さあ画面端を追やる。さあうまい対空だったが安い、前に突っ込んでくる。さあ明らかにあれブレスパンやってますね。上策系強い中段、強ナンバー前に出るが B に刺さってしまう。さあまず1本通るのはアズニャンダック。 BB 選手をカンク、さあライン移動してスピンで持ってくる。 B からのさあ 2B が刺さなかった、ヘッドスピンで返す。 C ジャン C、 さあ押し付けてくる A。 さあガーキャンを警戒してのさあジャック攻撃でお互い牽制し合う。ダブル X ショットうまい。さあすかし禁止 BB、 さあジャン C 噛み合って、さあ何かを狙っている、多分マジンガですね、おそらく。さあヘッドスピンが引っかかる、ジャンシーガーキャン出なかった。さあヘッドスピン、ゲージがない、きついですね。さあシャンフェイガンの、ね、B によって、さあダック側がうまく、さあテンポーガンフェイントで、さあうまくジャンプをかわして、まず1本違う、まず何や取り返すのは、さあリーベチシャンフェイ、さあ選手をカンクからの、さあ画面端中段ジャミー、さあうまい、こんなの見てからヘッドスピン。さあアズニャンの反応が光る、こうパンチ落としたぞ。ジャシーさあ 2C が、 2B が届かない。さあ B ナンバージャンビー、危ねえ、さあ危なかった、ちょっとブレスパ確定っぽかったけど、さあさあ体力がやばい。さあ強ナンバー当たって分かんぞ、ダメ端。さあヘッドスピン勝ったのはアズニャンダック。あーアズニャンうまいよね。さあ全部見てからヘッドスピン余裕でした。さあ体育ヘッドスピンがうまい、時短さんの集大成。さあここはベイダー勝ちたい。さあ 1P 側はディスチャンシュ、 2P 側はジタンダック。さあ再びダック、さあさあアズニャンがジタン君にアドバイス中でございます。さあディスさんは冷静に待つ。さあワンビ側はディスチョンシュ、2ビ側がジータンダック。さあイベチさんが謎の踊り、不思議な踊りを踊ってる。さあデカンうわしっかりガード AA からのヘッドスピンはつながない。 BB からのヘッドスピン、よさあ前につけてくるのはディスさん、さどっちわかんない、裏表落ち、それとも表表落ち、どっちだ。さあ前に詰めてくるがヘッドスピンで切り返す。さあお互いギリギリのオレンジゲージ、さあコンボしてエスパーになります。中段スライディング、さあヘッドスピン噛み合う、デーダン、さあリーチですねこれ。さあ優勝まであと一歩。さあリチャンシー、さあブレイクショットだったか今の、リバサかな多分。
うわ、昇竜拳。どっちだ。さあジャンプ、画面端で固める。中段ヘッドスピン、投げて前に出る。どっち、わかんねえ。さあヘッドスピン避けて、うわ昇竜拳。あー、取り返すのはディース・チョンシュ。さあファイナルラウンド、めくりグーダウン。どっち、さあブレイクショットで、さあ逃げていきます。さあ当たんなくてもね、逃げれるんで全然 OK でしょう。あんなセットプレイ付き合ってられるか。さあうまい投げ、下段下段ジャンシー。さあここうまく切り返していきたい。中段下がって、さあ西井対決うまい。スライディングぶっ込んで中段を受ける難易度。さあジャンシー刺さって、あーやや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 、さあ多分ブレストミスですね。あー面白い、うまい、よく見てる。さあ冷静にヘッドスピン。さあビビることはない。あーさあ勝ったのはディース・チョンシュ。あ、ヒロシさん間に合ってないです。間に合った、ずさー決勝みたいな。決勝なの？決勝、決勝。さあ、決定戦。ディース・チョンシュ VS。まさか顔ぶれするのか。ヒロシさん、ギーラ取れたろ。え、なになに？何をモチベーションに戦えばいいの？ジタン君を優勝に導く。よし！さあ、アズニャンが。俺は何をモチベに戦えばいいのって言うから、ジタン君を優勝に導く。さあアズニャンがね、今すごくやる気出ました。さあファイナル、メガネがめっちゃ曇る。さあワンピー側がディス・チョンシュ。さあ冷静にハウトゥープレイを見て終わっていきます。さあ 2P 側がアズニャンダック。さあアズニャン、ジタン君を優勝へ導けるのか。ラウンド1。さあまずは中段。さあジャンビ引っ掛けた。さあコムにならないませんね。さあ中段当たる、下がって。さあお互い牽制を見せつつ、さあ飛んでいく。ジャンシー、さあこれは確定ではないが、暴れていたか。スライディングうまい。さあラインをちょっと見えなかった。起き上がりライン移動というものがこのゲームあるんでね。さあ空対空ジャンビうまい。ヘッドスピンブレイクショットできますね。さあ、あの長いジャンビは地味に強い。さあ、うまいぞ。禁止タイプ。さあ、起き出目。どっちだ、表。潜在。さあ、しかしダメージは十分。ブレークショット。さあ、うまい。しっかり見てる。あと6秒。いや、まだわからないぞ。さあ、油断できない。勝利。さあ、今の勝利はかなり強気ですね。一本取るのは、さあ、ディス・チョンシュ。さあ、めくりか表かわかんねえ。どっちだ、さすがに表か。さあヘッドスピン、ヘッドスピン。さあこの距離お互いめんどくさい。上策 NC 中段。さあヘッドスピンで相手のジャンプを避ける。さあ飛んで、さあ噛み合う。さあこの後どうする。さあヘッドスピン、エオロ人権、昇竜拳、流れを無理やり変えてきた。うわ、さあ冷静に。さあライド下が大きなダメージにならず。エオロ人権、さあ当たったら即動けます。が、しかし。さあ、暴れました。取り返すのは、アズニャンダック。さあ、ファイナルラウンド。さあ、お互い牽制。さあ、ゲージがないので、バーキャンはありません。さあ、どうする。さあ、先に触ったのは、二足拳、しかし回転ができない。
飯、上酒。さあ中段、さああの着地コートでさ中段がめんどくさい。クラ、さあこれは表落ち。ダイド、さあ無理やり引かしてくれ飯。さあ試合は大きく動く。なあわかんねえ、なに裏落ち。さあアジアンが無理やり、さあ無理やりブレイクショットをしたせいで残りが当たってしまう。ゲージがなくなってブレイクショット、ブレイクショットしたい。ヘッドスピン。さあこの体力差、さあ惜しい。さあカラキャンカーのブレスパー、勝ったのはジーターン、アジアンペア、おめでとうございます。すげー熱かった。さあこれどっちからマイク渡していいかわかんない。じゃあ、あまりあれ入ってる入ってる入ってる、なんか全然声が聞こえないけど、まあいいか。普段から、このゲームあんまやってないんですけど、あれだけ練習してました。カラキャンブレスパだけ練習してました。普段の練習の成果が出たと思います。ありがとうございました。じゃあジダン君、長かった。まあまあ RB2 始めたわね。なんか目がうるうるしてますけど、振り泣いてる泣いてる泣いてるのか。相手もいいんですね。泣いてない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 汗汗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 よかった。本当に、ほら泣いた。あ、顔上げしようか。おめでとう。さあ、感無量。さあ。落ちになったら、ね、みんなでねガッツンとか言ってね、さあ胴上げしたところで、ね、さあ完全にみんなで泣かしにかかっちゃったからですね。さあさあジタン君超感動してます。はい、さあというわけでじゃあ締めましょうかね。落ち着いたら一言、もう一回。いやね、始めたのがあんまり早くなかったんで10月ぐらいだったんで、まあね、あのおひげさんにダック使いって言われてね。そういえばそんなところだったんだっけ。そう、ひげさんにダック使いって言われて、まあまあダック使って、まあ頑張ってきたゲームなんで、まあね最後当てなかったけどよかったと思います。はい、じゃあ改めてね、ジーターンアズニャンペア本当に、ね、優勝できました、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあまあ、10月から始めてね、こう全然ヒロシさんが向こうからベイダーおめでとうって。さあ本当にね、さあいやいやいや本当によかったよかった。さあじゃあね、本日の、結果発表。さあ3位が、では僕はオリーブオイルダックとバーンソードギスチューム。さあ2位が、ディスチョンシュとリベッジシャンフェ。そして優勝がジタンダック、アズニャンダックのチームとなりました。じゃあ改めて、ね、おめでとうございます。はーい、もうなんかやってたって感じですよ。はい、さあです。毎週、金曜日、毎週じゃないよ。あ、毎週じゃねえ、第2、違う、第1、第3か、ごめん、1、3、5だ、ごめんごめん。第1、第3、第5、金曜日、21時よりリアルバウト画廊伝説、ツーオンツー大会やっております。ちょっと俺も疲れてきちゃった。はい、21時からね、こんな感じで、最近16名から20名前後くらいね、集まってるんで、ぜひぜひね、ジタン君もかなりね、こういう感じで、上までね、あの上がってこれるんで、さあ、興味のある方はぜひね、始めてみてはいかがでしょうか。はい、それでは、本日の大会はこれにて終了いたします。お疲れ様でした。いやー、拍手は、拍手したってね、何回拍手したってええやないか。はーい、いやー、まあ今日ヒゲさんいないんでね、俺から言わせてもらうとね、ジタン君は本当にね、このゲーム頑張ってくれ